礼服。礼服は、冠婚葬祭の儀式典礼といった、改まった席で着用する衣服。洋装の場合は、フォーマルウェアとも言う。礼服の着装状態を礼装と言い、衣服の格式によって、正装や略装、正礼装、純礼装、略礼装、平服などと区別される場合がある。特に夜会で着用される衣服は、夜会服と呼ばれる。 礼服は一般に冠婚葬祭の儀礼において着用される。日英のフォーマルウェアを研究する聖家敏子は、それらを刑事のシーン、長寿のシーンに対別し、それぞれに下記のシーンを挙げている。シーンの場所や目的、参列者の顔ぶれ、すなわち TPO によって、ふさわしい装いを着分ける必要がある。礼服着装のルールは時代とともに変化するが、 ルールの基本精神は人間関係を快く保つことである。国際儀礼、プロトコールに基づく公的なパーティーでは、招待状にドレスコードが明記される。招待状には、通常男性のドレスコードのみが記載されており、女性は男性の服装と同格のものを着用する。また出席者の出身国の民族衣装も尊重され、礼装清掃として、 洋装におけるそれらと同格の服装として認められる日本人にとっての紋付け羽織りばかま、着物等おことが通常である。国際儀礼とは国際的に行われている国家間、公人間の儀礼上の規則、慣習のことである。基本的には西洋の規則、慣習が土台になっており、キリスト教社会の考え方が大きく反映されていい。国際儀礼やエチケットは 社会の営みをスムーズにし、相手に不快感や憤りを与えない、秩序ある居心地のいい環境を作るなど、社会と人々の関係を潤滑にすることが目的であるという。国際儀礼におけるドレスコードは、かつては細かく規定されていたが、近年では簡略化され、多くの場合、男性は平服、ラウンジスーツか、ダークスーツで十分であり、女性の場合は、 衣服の色やデザイン、素材に多様性が増したため、昼間に着用する服は、デートレス、夜の食事に着用する服は、ディナードレスとだけ大別する程度になってきている。下記は、による、原種や、後議者の臨席する公式行事、結婚式などに着用する。日本では、宮中関係の行事、結婚式、格式ある式典、改まった、祝賀会、 大使の森林情報定式などに用いられる。上着は黒が基本だが、グレーが許容される国もある。襟は、ケニエリ、ピークドラペルが正式で、ドスキン、カシミア、バラシャなどの生地で仕立てられる。直記も、上着とともぎれの黒とするが、祝い事や園遊会などでは、グレーも用いられる。刑事に、白の縁取りをつける場合があるが、日本の宮中ではつけない。 合わせは、シングルブレスト、5つボタン、または6つ、ボタン、ダブルブレスト、3ボタン、どちらでも良い。ズボンは、黒とグレーの縞模様で、裾は折り返さず、ベルトは、不可、ズボンつりを使用する。シャツは白色を用い、立襟、前、折り襟が正式だが、普通襟、折り襟でも良いが、アスコットタイを用いる場合は、必ず立襟のシャツを用いなければならない。 カフスはダブルが望ましいが、シングルでも良い。ネクタイは結び下げ、またはアスコットタイで、シルバーグレーの無地が普通だが、日本では白黒の島も多く見られる。黒無地の靴下に黒キット、またはカーフの短靴を履き、紐結び、またはスリップオンにする。白の絹、または麻のポケットチーフを刺し、銀か金の台に、白真珠、白蝶貝などをあしらった。 カフリンクス、タイピンなどで送信する。手袋は白や薄いグレー、クリーム色などの鹿革が本来であり、白の布製のものも用いられるが、あまり使われなくなってきている。正式な帽子は、シルクハットである。正式版3会、舞踏会、レセプション、大使の新人情報定式に着用される。上着は黒または、ミッドナイトブルーで、 剣襟に灰ヌと呼ばれるサテンをつける。ドスキン、カシミヤ、バラシャ、ウーステッドなどの生地で仕立てられる。直キは白のピケ、または絹で、シングルでもダブルでも良い。バチカンなどでは、昼間の儀式において黒直キを着用する。ズボンは上着とともぎれの黒、またはミッドナイトブルーで、脇に2本の灰ヌの側章を縫い付ける。裾は折り返さず、ベルトは深で、 ズボン釣りを使用する。シャツは白で、イカ胸と呼ばれる胸の部分を固く乗り付けしたものか、プリンツのついたものを着用する。ボタンの代わりにスタッドボタンを使い、襟は、ウィングカラー、カフスは、ダブルとする。白のピケの蝶ネクタイをつける。黒の靴下に黒層エナメルのオックスフォードシューズ、ハトメのある紐締めのものかパンプスを履く。白絹または、白朝のポケットチーフ。 カフリンクスとスタットボタンは白、真珠や白蝶貝などの白いものとする。手袋は白、または薄いグレーの鹿革が良いが、ほとんど用いられない。帽子はシルクハットだが、夜の行事ではクロークに預けるため、ほとんど使われない。公式行事、披露宴、各種パーティー、音楽会、観劇の初日公演などに加え、広く夕食会において着用される。 ドスキン、バラシャ、カシミアなどで仕立てられた黒、またはミッドナイトブルーの短い上着を用いるが、熱帯諸国やカキ、避暑地などでは白の上着を着用する場合がある。どの場合も、襟はショールカラー、ヘチマ襟、または剣襟でハイギヌをつける。上着の合わせはシングルブレストでもダブルブレストでも良いが、シングルの場合は上着ととも切れ、または ハイキヌジの黒チッキか黒絹のカマーバンドを着用する。ズボンは上着とともぎれの黒、またはミッドナイトブルーを用いる。ただし、上着が白の場合は黒を用いる。脇にハイキヌの側書をテープを一本縫い付ける。裾は折り返さず、ベルトは負荷でズボン釣りを使用する。黒の蝶ネクタイを付ける。カマーバンドをする場合は、通常蝶ネクタイとカマーバンドは、 ともぎれとする。黒の靴下に黒層エナメルのタングツカパンプスが正式だが、ドレッシーなデザインのキットやカーフの黒タングツを履く場合もいい。ポケットチーフは白絹、または白浅とするが、上着が白の場合は黒絹を用いることもある。カフリンクスは黒オニキス、黒蝶貝が一般的で、台は銀や金などだが、シャツにスタッドボタンを使う場合は、それと合わせる。 手袋や帽子はほとんど使用されない。このようなドレスコードの基礎は17世紀のフランスにおいて発生したと考えられている。絶対王政時代のフランスでは国の秩序を守るため、貴族は爵位の別によって明確に服装が区別され、また上流階級の流行が下層階級に及ぼす影響も大きかった。この時代のドレスコードは宮中服、ローブデコルテ、 ローブ・モンタントと、略服、ネグリージェに対別され、略服は、宮中以外できる、衣服全般を指す。ウエストコートやクラバーと、ネクタイの素が一般化したのも17世紀末の、フランスである。TPO によって衣服が明確に区別されるようになったのは、19世紀に入った1815年頃からで、ある。 18世紀末から19世紀初めにかけて、イギリスの社交界におけるボーブ・ランメルの活躍により、黒色の男性服が徐々に一般化し、1818 18年にはこの傾向が確立した。当時の男性服の流行の中心はイギリスであり、このような服装がイギリスからフランス、そしてヨーロッパ中に広がっていった。この頃の女性の衣服には、イブニング、ディナー、 アフタヌーン、ガウン、スーツという5種類の基本型があり、これを時間に応じてき分けることが19世紀末には一般に普及した。20世紀初頭の男性服の基本型は、塩ビブク、スモーキング、フロックコート、ガウン、スーツの5種類であり、これらを訪問、ディナー、夜会、朝食、紳士集会、舞踏会、大宴会、結婚式、葬式、教会、感激。 コンサートなど25種類以上の機械別に気分けなければならなかった。1870年以降、ドレスコードの決まりはイギリス紳士によってイギリスの植民地や外交訪問先に移入され世界各地に波及していった。その後、各国の諸条件に合わせて変化しつつ受容されている。勲章等を受賞している者は精霊奏の際に それを着用することを許され、場合によっては、義務付けられる。軍隊では、アメリカ海軍や日本陸軍のように、制服に着用する勲章の種類によって、ドレスコードが区別される場合もある。現在の日本では、勲章は、塩尾服もしくはローブデコルテもしくはローブモンタンと、またはこれらに相当する制服に着用するものとすると、され、大受章の副章と、 重光明あきら以下の勲章及び文化勲章、交章、気章は男子の紋付け羽織ばかま、フロックコート、モーニングコート並びに女子の白襟紋付け及びそれらに相当する制服でも着用することができるとされている。また、小受章以下の勲章及び交章、気章は平服でも着用することができるとされている。ドレスコードが服の場合、通常、 ナショナルドレス、民族衣装が併記される。夏季は、による、既婚女性の第一霊装は、黒留袖と、色留袖で、結婚式に列席する両家の母親、親族、ナコード夫人は黒留袖を着用する。黒留袖の生地には主に、一腰チリめが用いられ、染め抜きひなたもん、表門の五つもん付きとなる。帯は、袋帯で金銀糸を織り込んだ。 吉章門用のものを用い、長襦盤を白、半襟は白白前歯蓋へ、帯揚げと帯締めは冷装用の白を用い、修儀用の黒塗り骨で金銀針の扇子を帯に挟む。色と目袖は五つ紋付き、二枚重ねに見える、ひよくじ立てが正式である。黒と目袖は座ると、黒一色になるため、社交の席では、華やかな色と目袖が望ましく、色無地。 付け下げ、訪問着、色と目袖の中から適切なものを選べばよいが、平服でも紬やおしはふさわしくないとする考え方もある。門について、かしこまった席でも一つ門で十分であるとの意見もある。男性の場合は、門付きの人揃いを昼夜問わず、すべての冠婚葬祭に用いることができる。男物の礼装は、 黒羽二重の染め抜き五つ紋の着物に、袴、角帯である。第一礼装とする場合は、これに黒羽二重の羽織を着る。合わせ仕立てとし、薄い色の無地や凝った、羽裏、裏地をつける。着物の下着は、ネズミ色や白茶、紺などの色羽舞体を用い、とも色の裾回しに、白衣の胴を裏とする。袴は、正式には、仙台平という島の平織を用い、 通常は、町月とする。角帯には、西陣織、米沢織、博多式などの証券物を選ぶ。襦袢の半襟は白、ついでネズミ色、紺などの色物がある。旅は白で、草履は畳表を用いる。夏は、炉の黒い筒紋付きに、炉の夏袴、ま、半襟は、露地の白となる。袴をつけない着物姿を着流しというが、 逆装でも改まった場合は袴をつける。茶席では着物に袴を着用し、羽織は用いない。実徳と呼ばれる特別な衣服を着用する場合もある。和服の第一礼装は、勲章等の授与を受ける際、勲章等着用規定により、モーニングコートと同等に定められ、出席者の意思で選択できる。海外の式典でもナショナルドレス。 民族衣装の礼装として出席できるため、川端康成や本女優は、ノーベル賞の受賞式に門付け羽織バカまで出席した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。